皆さんこんにちは。12月15日火曜日、時刻は正午を回りました。 FM ルマ情報局のお時間です。この番組は毎週月曜日から金曜日、お昼12時から12時55分まで FM ウルマ周波数 FM86.8MHz にて、うるま市石川赤崎スタジオから生放送でお届けいたします。本日の担当は局長の伊波香織です。この番組では皆さんの地域にある身近な情報を発信する地域密着型ラジオ番組です。うるま市内はもちろん、金町、宜野座村、恩納村などを中心に幅広い情報やお天気、消防、警察、うるま市役所の情報などをお届けいたします。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスは868@fmurma.com、 868@fmurma.com、 ファクシミリは 098-965-4868、 965-4868、懸命に FM うるま情報局と書いてお送りください。またインターネットにて FM うるまのスタッフブログも更新中です。動画も配信しておりますので、ぜひご覧ください。それでは FM うるま情報局スタートです。毎週火曜日はこのコーナー。改めまして、毎週火曜日はうるま市消防本部ファイアーファイターズメッセージのコーナーです。本日はこのお二人がスタジオにお越しいただいております。まずは簡単に自己紹介お願いいたします。はい、うるま市消防本部予防課調査係の金城真也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、同じく、うるま市消防本部予防課調査係、中ほど敦史と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日は金城さん、そして中ほどさんにお話を伺っていきたいと思います。はい、まずは消防本部予防課というふうにおっしゃいましたが、はい、どのようなお仕事をしているかなんでしょうか。はい、まずですね、その名の通り火災予防に関する業務が中心なんですけど、まずですね、建物の消防設備など、はい、それから、立ち入り検査で、それから火災調査で、それから危険物の規制ですね。はい、そういった業務が主になる場所、課ですね、予防課というのは。そうなんですね。はいはい、その予防課から今日はどういったお話が聞けるのか楽しみなんですが、はい、まずは年末年始の火災予防運動について中ほどさんからご紹介をお願いいたします。はい、では早速ですね、年末年始の火災予防運動の、お知らせをしたいと思います。はい、うるま市消防本部では毎年12月22日から1月、9日までの間、無火災で過ごそう年末年始19日をスローガンに火災予防を呼びかけています。年末年始の慌ただしい時期は、火気に対する注意がおろそかになりやすく、空気も乾燥しているため、ついうっかりによる火災が発生しやすい傾向にあります。はい、住宅においては、お出かけ前や、お休み前には火の元の点検を、やるようにお願いします。はい、また発生した火災をいち早く知らせるために住宅用火災警報器を早めに、取り付けるようにお願いいたします。はい、不特定多数の者が、出入りする店舗など、大型店舗ですね、は防火安全対策において、この時期は、大型店舗、飲食店の出入りする機会が忘年会等で、多くなってくるかと思いますので、忘年会、新年会ですね。はい、これらの店舗は、火災が発生すると大きな被害が、予想されますので、消防設備ですね、はい、その施設にあった設備の設置ですね、でその設備の保守点検、実際に動くかどうかという点検ですね。で、避難設備の、避難設備っていうことがあるんですけど、避難経路とかもですね、合わせてそこに荷物が置かれていないとか、避難障害になっていないかっていうことも管理をちゃんと徹底してもらって、で安全確保を図っていただきたいと思います。はい、はい、でまた年末年始が休業になる事業所では、店舗の周りとかですね、燃えやすいものとか
そういったものが置かれていないようにですね、はい、整理整頓や定期点検を巡視しながらですね、うん、きちんとやっていただきたいと思います。はい、で、住宅にかかる防火っていうことでですね、命を守る7つのポイントっていうことをですね、はい、まとめてですね、皆さんにお知らせしたいと思います。はい、まず一つがですね、まあ、寝たばこは絶対やめるっていうことですね。これはもう毎年ですね、うん、出火原因のまあ、タバコはですね、はい、上位に上がってきているものですので、怖いですね。そうですね、うん、寝タバコはもう絶対にやらないということで、はい、注意していただきたいと思います。はい、で2番目に、まあ、ストーブ、燃えやすいものからは、まあ、離れた位置で使用すると、うん、このストーブについてもですね、燃えやすいものから話したつもりなんですけど、はい、まあ、これもついうっかりにかかってくるんですけど、うん、上に洗濯物を干したりして、それが自分の意図していない時にスルッと落ちたりしてですね、はい、それから火災ね発生するっていうこともなりますので、確かに上はちょっと意識してなかったですね。周りだけではなくてですね、はい、いつもかけてるところに、まあ、そういったストーブとかが下に来ないようにですね、はい、まあ、設置場所にも気をつけていただきたいっていうことですね。はい、うん、で3番、でガスコンロのそばを離れる時は必ず、まあ、火を消すと、はい、うん、年末年始お客さんとかも多いと思いますので、うん、電話が鳴ったりとかねありますもんね。そうですね、その辺もですねしっかり注意していただきたいと思います。はい、で4番、逃げ遅れを防ぐために、まあ、先ほどの住宅用火災警報器を設置して、うん、まあ、万全にしていただきたいと思いますね。はい、で5番、寝具、衣類およびカーテンなどは防炎製品を使用するということで、うん、燃えないではないんですけど、はい、まあ、燃えにくい製品を使用することで火災のまあ拡大とかですね、はい、そういったのをまあ抑止する作用がありますので、うん、そういったものを使用するということで、はい、お願いしたいと思います。で6番に、お年寄りや、体に障害のある方を守るために近所の協力体制を作るっていうことですね。まあ、常にそこに障害者がいるとかですね、お年寄りの方がいるっていうことを、まあ、近隣の方で協力してね、はい、うん、体制を作っていただきたいということです。そうですね。で7番、家の周りに、整理整頓で放火防止対策ですね。放火も結構上位に入ってくる、まあ、出火原因ですので、怖いですね。結構周りにですね、新聞紙とかですね、段ボールとか置きっぱなしにしていると、はい、まあ、そこに放火されるっていう、まあ、危険性もあるので、そういったものもないようにですね、はい、ちゃんと管理していただきたいということですね。はい、それでは最後にですね、市民の皆さんが、年末年始を無火災で過ごすことができるように、まあ、うるま市消防本部で消防団、幼年少年女性防火クラブ、まあ、一丸となって、まあ、この火災予防にですね取り組んでいきたいと思っておりますので、市民皆様のですねご理解とご協力もお願いいたします。本当に年末年始ね、忙しくなりますし、特に主婦の皆さんって何かをやりながらお料理作ったりとかっていうことが増えてくると思いますけれども、はいはい、そうですね、まずキッチンね、はい、やっぱり移動するときには火を消す、はい、そうですね、これちょっと心づけ、はい、心がけていただきたいなと。気をつけててもやっぱり人間で失敗するんで、ね、そうですよね、はい、うっかりとかがやっぱり起こりうるんで、そうですね、はい、あと IH とかだとある程度温度が高くなると自動で消えたりすることもあるそうなんですが、うん、はい、たまに反応しない時もあるそうですね、はいはい、お鍋に寄ったりとか、そうですね、なので、うん、100% ではないですね、ないですからね、はい、安心せずにご自身で電源を切るとかね、はい、そういったことちゃんと注意していただきたいと思います。はい、またアパートとかではこの火災警報器などを設置されているのが、まあ、基準となっていると思うんですけれども、はいはいはい、ご家庭一軒家に住んでいる方とかまだついていなかったり、ね、はい、古い、ね、年代物のお家に住まれていると、うん、もしかするとないこともあると思いますので、お早めにですね、はい、これ相談をしていただいて、はいはい、火災警報器つけていただきたいと思います。はいはい、またちょっと気になったのが、はい、寝具とか衣類およびカーテンなどは防炎品はい、などが、はい、いいですよということなんですが、はいはい、これはどういった素材がいいですよとかっていうのは分かるものなんでしょうか。基準がありましてですね、うん、日本防炎協会というのがありまして、はい、その中で防炎加工がされているものなんですよ。はい、例えばカーテンなどは、はい、ある程度の特定防火対象物というんですけど、店舗それからまあホテルとかですね、はい、集会場などはカーテンなどを使用する際は、うん、まあ、絨毯もそうなんですけど、はい、この必ず防炎カーテン防炎製品を使用しないといけないという基準がありまして、はい、全く燃えないわけではないんですけど、かなり火がつきにくい製品になってます。そうですよね、はい、もうタバコを押し当てたぐらいではもうほとんど焦げ程度しか残らない。でライターでこう炙っても、はい、ほとんどパーって燃えていかないような加工がされていますので、はい、非常に安心です。もうカーテンなども下につけたらもういっぺんに天井まで広がっちゃうんで、
以前その実験というものを見たことがあるんですけど、本当にねパジャマとかでも一気に火がねついてしまってっていうのが着衣着火っていうのも多いんですよね。こうあの鍋を扱ってる時に送電入口についちゃって、それで大やけど負ったりとか、そういうのも多いので、はい、そういうものをぜひ選んでいただきたいと思いますね。これは商品などを見ると後ろに例えば、はい、あのシールとか、はい、マークとかがあるものなんでしょうか。はい、はい、入ってますね、はい、ちゃんとありますので、はい、そのラベルがあるものを選んでください、うん、本当ですね、はい、家を守る、そして自身の、ね、身を守る、あとお子さんの子供を守ることになると思いますの で、はい、ぜひ寝具、はい、衣類、そしてカーテンなどね、防炎品って書いてあるものを、はい、ぜひ、ね、チェックしていただきたいと思います。はい、はいはい、皆様ご協力よろしくお願いいたします。お願いします。続いて今少し触れましたけれども、はい、住宅用火災警報器についてこちら金城さんからお願いいたします。はいはい、じゃあ私の方から、この番組でもですね何度か取り上げてるんですけど、しつこくやります。はい、お願いします。はい、先ほどもありましたけど、あのアパートなどに対してはですね、はい、消防法の基準で設置されてることが多いんですけど、はい、一般住宅は今まであの義務がなかったんですね。でそれで、まあ、義務になっているということでこのお知らせですね。はい、はい、まず総務省消防庁がですね今月の12月4日に発表した、今年度の、まあ、今年のですね27年1月から6月における、まあ、火災概要というのが発表されました。はい、でこれがですね全国での総出火件数が21,931件、よくわかんないですよね。でこれですると、うん、全国で1日あたり121件の火災、12分に1件の火災が発生したことになります。こう言えばわかりますね。わかりますね、どれほど起こっているのかということですね。で注目しておきたいのがですね、一般住宅や共同住宅で発生した火災による死者が615人なんですよ、半年の間で。でこれは建物火災全体での死者734人の 83.8% という非常に高い数字であるんですね。はい、要するに人が暮らしている空間の方が一番死者が多いという結果なんです。でまたその中でも65歳以上の高齢者が 68.3%、 つまり火災による死者の3人のうち2人は65歳以上の高齢者なんですよ。はい、でそして死者の発生した経過で最も多いのが逃げ遅れ、これが6割を占めています。はい、この逃げ遅れを防ぐのに最も有効なのが住宅用火災警報器なんですね。でこの住宅用火災警報器は実はあの平成23年6月から全ての住宅に設置が義務となりました。はい、今までは設置義務ではなかったんですけど条例で定められまして、はい、まあ、新築はもちろんなんですけど普通にその前から建てられていた住宅などにも必ずつけないといけませんよという義務になったんですね。はい、で必ず設置しなければいけない箇所はですね、まあ、各市町村で違うんですけど、でうるま市の場合はあの寝室です。はいはい、で台所とかまあ居室応接間とかですね、そういうところはもう推奨ではあるんですけど、はい、実は住宅火災で最も多い原因がですね先ほどもありましたコンロ、はい、それからタバコ、ストーブなんですよ。ですので全ての部屋に設置していただくことをお勧めしたいところです。そうですね、はい、この、 あの放送でも何度か取り上げていただいているんですけれども、はい、改めて住宅用火災警報器というものについてお願いいたします。はいはい、住宅用火災警報器とはですね火災の煙や熱ですね、うん、これ自動的に感知して警報音を鳴らすことによって火災が起こったことを知らせて素早く避難させることができるものです。はい、実は火災による死者は寝てる間など本人が気づかないうちに煙や炎に巻かれて逃げ遅れるパターンが約6割にも上ると先ほど申し上げましたけど、はい、でそして総務省消防庁によると住宅用火災警報器を設置している世帯と設置していない世帯を比較すると設置している世帯は焼損面積、焼損額、そして死者の数がおよそ半分に減っているというデータも出ているんですね。はい、こんなに違うんですね。全然違いますね、やっぱり。住宅用火災警報器はそのどの家庭にも設置しないといけないものなんでしょうか。はい、はい、そうなんです。先ほど申し上げましたけど23年6月から全ての世帯、既存の住宅もですね新築も全て設置しないといけないということになってるんですね。はい、ただやっぱりあの設置に関しては思うように進んでいないのが現状というところです。はい、はい、思うように進んでいないということなんですけども実際にデータなどはあるんでしょうか。はいはい、出ております。今年6月にまた同じく総務省消防庁から発表されたデータによりますとですね、まあ、昨年1カ年のデータなんですけど26年ですね、はい、設置率が全国平均 81% に対してですね、はい、沖縄 59.2%、 2件に1件しか設置していないと。実は
恥ずかしながら全国ワースト1位です、うん、これやっぱりあの、はい、建物の、はい、あのまあ、なんていうんですか、耐年数といいますか、はい、もう代々受け継いできてるお家というものもね、 それと、まあ、耐火像が多いので、まあ、言っちゃえばちょっと意識が低い、 うちの家は大丈夫とか言うんですよ。いや火災起きないから鉄筋コンクリートだから大丈夫とか言うんですけど、はい、関係ないですから。そうですね、関係ないですから、はい、鉄筋コンクリートだろうが木造だろうが火災起きるときは起きるものですし、そうですね、はい、そういうの関係ないので、はい、まあ、そういうのがデータにもう現れてるのかなと思います。実はですね、昨年まではあの岡山県がワースト1だったんですよ、はい、抜かれました、うん、頑張ったんですよ、かなり頑張ったんですね、抜かれちゃいまして。そうなんですね、はい、もうこれ、特にですね、うるま市さらに低い 56% です、うん、あら、沖縄平均より 3% 少ない、うん、ちょっと下から数えた方が早いという状況になっちゃってます。はい、で全国一はですね、福井県がですね、すごいんですよ、うん、94.9%、 すごい、ほとんどの家庭に入ってるっていう計算なんですけど、はい、うん、設置率が 100% を超えてる市町村もあるんです。市町村ごとで見れば、全ての家庭に入ってるんですよね、はい、でやっぱり私どもとしてもせめて全国平均 81% なんですけど、うん、これぐらいにはもう近づけたい、まああわよくば上回りたいというふうには思ってるんですけど、ちょっとハードルが今高いんですけど、まあ、こういうふうにしてですね、うん、FM とかそういう、うん、あの放送媒体などを利用したり、はい、いろんなところからやっぱりあの周知していかないといけないのかなというふうに考えております、うん、そうですね、はい、あの例えば沖縄の場合空き家というものも多くて、はいはいはい、なかなか持ち主と連絡が取れなくて設置ができないということもあるのかなとは思うんですけれども、はい、やっぱり関係者を当たっていけば、はい、あのそれぞれに持ち主というものいらっしゃると思うので、はいはいはい、ぜひ空き家にしているお家ほどですね、はい、何があるかわからないと思いますので、はい、ぜひ設置してもらいたいですね。空き家は放火が多いです。本当ですよ ね、うん、はい、そうですね、実際もう何件も出てます、空き家の火災、明らかに放火なんですよ。あ、そうなんですね、電気も通ってないのに火災が起こる、放火しかないんじゃないですか。そうですよね、はい、なんか放火とかっていうと県外の話なのかなと思いますけれども、うん、やっぱり県内でもある、はい、ということですね、はい、そうですね、うるま市でも実は多いです。多いですね。あ、もう怖いですね隣が空き家で、ね、例えばそこから出火した場合に、はい、自分のお家に火災警報器がなかったら発見というものがやっぱり遅いじゃないですか、はいはいですね、隣だとね、はいはいはい、自分のお家よりも遅く気づくっていうことがあると思うので、はいはい、ぜひ皆さ ん、 んあのつけていただきたいと思います、はい、これも一つの安心ですからね。そうですね、その通りなんですよ、はい、またこの住宅用火災警報器というのは、はいはい、どのような場所で購入できるんでしょうか、はい、実はですね、ホームセンターとか家電量販店、うん、それ家電販売店、はい、それからインターネットでも購入可能でして、で1個3000円前後で売ってます。そうなんですか。そんな高くないんですよ、はい、で私たちが勧めするのは無線の連動型といいまして、うん、これ私実はもうこの仕事担当になりましてちょっと頑張らないといけないなということで、はい、今年の2月にこれ無線式変えました、うん、実際今まで普通の1個ずつのタイプがついてたんですけど、はい、まあ、家族守るためなので買ってみましたら、大体2個セット、おやきとこきってあるんですよ、うん、はい、はい、これがもうセット大体1万円ちょっとですね。でそれが1個プラスごとで6000円追加で、私は5個購入して、子供部屋それぞれの寝室全て、うん、で台所にも全部つけて、はい、これ1個なるとですね、うん、全部の部屋でなるんですよ、うん、これ助かる、はいはい、ですので例えばあのお年寄りのいらっしゃるご家庭とか、はい、うん、その部屋で火災が起こった時は、はい、通常の個別タイプだとその部屋でしか鳴動しない、例えばテレビの音がうるさかったりすると聞こえないじゃないですか。これ全部の部屋が鳴るので、はいはい、他の部屋が火事ですとかこういうふうにちゃんと音声で知らせてくれるやつなので、賢いですね、はい、でそれで、まあ、火災を知ることができる、早く知ることで避難が素早くできると。本当ですよね。でタイミングが良ければ初期消火まで可能と、ということでやっぱり先ほどありましたデータにあった焼損面積も死者の数も半分以下になるっていうのはそこなんですね、うん、そうですよね、早く知るっていうのが非常に大事で、まず人命守るためにはね、はい、もうどこの部屋で火災が起きてるのかっていうのがいち早く分かる方がね、そうなんですよ、お子様とかも連れて出られますしね、はいはいはい、火災保険に入るのも大事ですけど、はい、この1個3000ですから、うん、はい、2個買っても6000ですからね、はい、はい、ぜひつけていただきたいなと思ってます、はい、私もっと高いものだと思ってたので、こんなにお手軽だったら本当にね、はい、すぐつけていただきたいなと思います、はいはい、みんなが買えばもっと安くなります。そうですよね、はい、今金城さんがおっしゃったこの無線連動型っていうのはもう配線工事とかも何もなく、いらないです、もうつければ感知してくれる、
賢いですね、はい、もう一個の電池なので、でこの無線同士でお互いネットワーク作ってるんですよ、はい、なので一個反応すれば全部の部屋がこう知らせてくれるという優れものですね、ちなみにおやきと呼ばれるものはどこに設置してるんですか、はい、と私はもう台所ですね、常に人がいるところ、はい、寝室などはもう寝る時間帯しか使いませんので、そこにつけて、例えばもう私の部屋でもそうですし、子供部屋でもなったら台所も連動して命令して知らせてくれるっていうことですね、いいですね、はい、特にも、はい、親御さんとかね、お年寄りとかも、ね、いらっしゃる場合とかも非常に安心だと思います、はい、気づかないことが多いので、そうですよね、はい、特にあの介護をされてる方とかね、はい、そうです、はい、の近く台所の方におやきを置いていただいて、うん、その呼気の方を、はいはい、あの寝室の方だったりとかっていうところに置いていただければ、はい、いち早く発見につながるということですので、はいはい、ぜひ設置していただきたいと思います、はい、お願いしたいところです、はい、よろしくお願いします、はい、お願いいたします。ただその設置は先ほど電池式とおっしゃってましたけれども、はい、まあ、難しくないということですね、はい、もうドライバー1本です、うん、もう天井さえこう届けば、まあ、脚立などで、まあ、登って、まあ、つけていただくんですけど、はい、ドライバー1本も天井にこう2本ですね、大体2本、はい、あのネジが2個あるんですけど、はい、それでもうねじ込んでつけるだけです、それで終わりです、配線も何もいりません、女性でもできますね、うん、できます、はい、ただもう高いところに登ったりするので、はい、脚立とか使用する際はですね、まあ足元に十分注意していただいて、はい、転落などが起こらないようにして、例えばお年寄りの家庭でしたら、まあ、若い方にお願いしたりとかですね、はい、近所の方にお願いして設置してもらうという形がいいのかなというふうに思いますね、はい、もう設置するためにこう脚立登って落ちて怪我でもしようもんなら、もう大変なことになりますから、そうですね、はい、ぜひあの、はい、まあ、1人ではなくて2人、はい、あの支える方もいらっしゃるときに、はい、そして高齢者の方はですね、はい、あのお孫さんとか、はい、あの娘さん息子さんとかにお願いをして取り付けていただければなと思います、はいはいはい、できたらプレゼントしてあげてください、そうですね、クリスマスプレゼントに、お孫さんで、はい、いいですね、はい、いいと思います、はい、私もちょっと簡単に考えよう、いい、ね、おじいちゃんのお家にちょっと、はい、私がこの新しく無線式つけたんで余ったやつはですね、はいはい、うちの嫁さんのもう実家の隣の方にあげました、なるほど、はい、家族付き合いしてるんで、はい、他でもちゃんと使えるってことですもんね、使えます、全然使えるんです、なるほど、あと5年ぐらい使えたんで、はいはい、5年経ったらまた交換しようねっていう話はしてるんですけど、はい、あ、いいですね、お互いにね、はい、あの同じ年度に交換だとね、はい、非常に喜んでいただきましたいい、素敵なプレゼントですね、はいはい、ちなみにこの電池が切れた場合というのはどうなるんでしょうか、はい、これですね、大体あの電池はですね、10年は、まあ、持つということでメーカーの方は、はい、まあ、おっしゃっているんですけど、場合によってはまあ早く切れることもありますので、はい、最新のやつはですね、電池が切れそうになったら、はい、警報音が鳴るんですね、ピッピッっていう等間隔で、はい、でそれからあのそういうものがついてないもの、旧タイプはですね、大体ボタンか紐がついてますので、はい、それを押すか引っ張っていただければ分かります、はい、うん、正常なものは正常ですっていうアナウンスするんですけど、はい、電池が切れたものも何もならなかったりとか、そうなんですね、はい、そこでも電池交換というかですね、もう機器ごとの交換を進めてますね、うん、50年経つっていうことはやっぱり機器も古くなってますので、はい、せっかくこうあの機能がですね、うん、キープできてない可能性があるの で、 そうです、ね、はい、煙を検知するべきなのに検知できなくて、うん、はい、見逃してしまうということになれば、うん、もうつけてる意味がなくなっちゃいますの で、 そうです、ね、できればもう最新型のもの、もう10年使えば、うん、まあ、3000円ですから十分ですね、3000円で10年持てばもうちょっと待ってくださいね、10年でしょ、十分ですよね1年300円ぐらいそうです、1年300円ですよ、十分ですね、十分ですよ、でも本当に携帯もね、そうですけど、はい、どんどん新しくなるごとに、はい、あの性能も良くなりますからね、はい、もう10年経ったらね、10年前のありがとうございましたということで、また新しいのにね、はい、うん、書いていただきたいと思います、はいはいはい、またこの設置場所とかの相談をしたい場合に、はい、ね、例えば予防課に連絡をして、あ、はいはいはい、あのどこにつけたらいいですかというご相談も大丈夫なんでしょうか、はいはい、大丈夫ですよ、はい、電話なさってください、あ、助かります、でそれでですね、うん、中にあの悪質なホーム販売も実は全国的に報告されてまして、はい、まあ、見ず知らずの方が来て、うん、消防署から依頼されてきましたと、うん、で、2万円で設置しますよ、はい、って、うん、お金だけ受け取って逃げちゃう、はい、そうなんですね、とかそういう例も実はあるんですよ、もうとかもうほんとこう1個3000円なのに、はい、何万円とかで売られた、まあ、つけてあげてはいるんですけど、はい、
何万円取られたとかですね、そういう悪質な訪問販売の例もありますので、私たちは、設置の呼びかけはしますけど、チラシ配ったりとかしますけど、こういう販売とかはしませんので、ぜひ騙されないように、本当ですね、特に、一人暮らしの方とか狙われやすいので、そういうものにぜひ気をつけていただきたいなというふうに思ってます。まず玄関ピンポンして販売するということはないということですね。ないです。それはもう 100% ありませんので、ぜひ皆さん、気をつけていただきたいと思います。こういったことに便乗してっていうものもありますからね。実際報告されてますので、まず何かご相談がありましたら、予防課の方に、お電話をいただければなと思います。誰でも聞いてください。実はこれ、実は総工例が今年1月と11月にありまして、その報告させてください。実はですね、今年1月なんですけど、ある県営団地なんですけどね、住人がこれ夜中なんですけど、この非常に寒かったんですよ。で、電気ストーブつけて寝てて、でこれがですね、毛布がこう寝返り打ちますよね、毛布が電気ストーブに触れて、そこから出火したんですね。でこの住宅用火災警報器が鳴って、でこの住人が気づいて、で、水道から水を持ってきて、消火作業してる間に、これですね、また下の階の方が音に気づいてですね、消火器持って駆けつけて、非常にもう部分焼で済んだんですよ。すごいですね。どうして分かったんですか。いや、住宅用火災警報器が鳴ってたからって言って、もうこれおそらく気づかなかったら、もしかしたらこの方の命も危なかった可能性が、大やけどとかですね、で一室全焼とか、一世帯全焼の可能性もあったんで、もう見たら天井近くまで行ってるんですよ。これであっという間ですね、気づいたからこれで済んだんですよね。で最近ですけど、今年11月にもあったんですね。で一人暮らし のお年寄りの家なんですけど、鍋に火をかけたまま出かけちゃってしまう、出かけちゃったんですね。で住宅用火災警報器が鳴ってるのを通りがかった人が聞いて、警報器が鳴ってるって、で隙間から見えたらしいんですよ。こう鍋がずっとグツグツ煮て、もう煙充満して鳴ってるんですね。でそこでガスメーターをこうボンベの方から元栓閉めて、すごい、でそれで終わったっていう、すごい来たんですね。腹だけで済んだんですね。結局これも誰かが気づかなければ、そうですよね、もしかしたらもう火災になってね、火災に至ってる可能性もありますので、すごい、こういう風にしてですね、警報器様々ですね。そうなんですよ。これでも救われる命もあるんで、たった3000ですからね、命に代えられないものですよ。ぜひつけていただきたいと思います。そして今いい提案ありました、クリスマスプレゼントにね、お父さんお母さんに、またはね、ご自身にでもいいですので、ぜひプレゼントしてですね、設置していただきたいと思います。ホームセンターとか家電量販店、インターネットなどでも購入が可能ということです。これは自宅用火災警報器と検索すれば、ね、インターネットなどでも出てくるものですね。出てきますね。ぜひそちらもね、結構いっぱい出てきますよ。じゃあ、あとはお値段とか。あまり安いのはダメですね。3000円ぐらいのもの。外国製のものとかはちょっと不具合が報告されてますので、なるほど、できれば日本製が、日本製でいいですね。電池がすぐ切れたりするらしいんです。あっという間に。ですので、やはり日本製のものを使っていただきたいなというふうに思いますね。ぜひ家庭用、火災警報器設置をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。また来年もですね、この話をしていただいて、この率が上がってるかどうかっていうのもチェックしていきたいですね。また来年調査するんで、せめて 60% 超えてくれたらなと思うんですけど、そうですね、一気に上がってほしいですね。やっぱり一人一人の意識なんですよ。これもやっぱり個人に任せられてるというか、個人で購入してやっぱり使うものなので、やっぱりこの人がやっぱりね、買ってつけようという気にならないと、誰かがつけてくれるわけじゃないの で、 そうですね、この家のやっぱり主が責任を持って家族を守るためだと、強い意識を持ってですね、設置していただきたいなと、そうですね、そういうふうに思うわけです。防犯カメラとか、防犯ライトとかつける家庭ってたくさんあると思うんですけども、そのついでにですね、火災警報器もね、つけていただければ。実際防火も多いので、もう特に夜中にですね、こう家の周りに、さっきも中ほどからあったんですけど、段ボールとか古雑誌とか積んでるっていうことは、もう放火犯にとってはもう
絶好の、ね、か目時期ですよね。うん、そうですね、はい、これからねまた年末年始でね、はい、ゴミの収集の日がちょっと変わったりとかありますね。空気も乾燥するので、はい、非常に燃えやすい状況になってますから、はいはい、ぜひこちらも気をつけていただきたいと思います、はい、またご家庭にあるあの消火器もね、はい、あの年数というものがありますの で、はい、ですこちらもチェックをしていただいて、はいね、切れてないかどうかチェックをしていただきたいと思います。10年超えてるとちょっと危ないですのでぜひ交換していただきたいなと。ね、私もこれ最近知ったんですけれども、はい、怖いですね。爆発例があるんですよ。逆に本当にそういった事例もあるということですので、はい、ぜひ皆さんチェックをしていただいて、はい、これもね10年という期限の中でお使いいただければなと思います、はいはいはい、安全が買えるなら買いましょう、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。それでは中ほどさん、金城さんからラジオを聞いている皆さんに一言ずつお願いいたします、はい、まずはじゃあ中ほどさんから、はい、先ほども、まあ、お話しした通りですね、あの年末年始、まあ、慌ただしい時期となっておりますので、あの火の元十分に注意していただいて、先ほど言った、まあ、住宅防火命を守る7つのポイントを思い出しながらですね、はい、うん、あの防火がので防火対策にですねご協力いただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて金城さん、はい、お願いします、はい、実はうるま市管内ですね、今月の今の段階で火災件数58件、昨年が46件ということで非常に今年多いんですよ、火災の方が、はい、うん、で、やっぱり火災ということはやっぱりねいろんな損害も生じますし、怪我人とか出たりもしますので、はい、それがですね一件でも減ることを祈ってですね、住宅用火災警報器をもう一件でも多く設置していただきたいなと思っておりますの で、 そうですね、はい、お互いですね、隣近所それからご兄弟ご家族で、うん、話し合いながらですね、はいはい、お互いの助け合いということでですね、うん、設置率向上ということ、設置率向上するということは安全対策、うん、どんどん高まっていくということですの で、 そ、 うですね、はい、それに向けて、皆さんのご協力がないとできないことなので、うん、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。はいはい、これ火災が起きた場合っていうのがね、例えばあのその事故調査だったりとか、うん、そのお家がね修復されるまでっていうのが、はい、例えば他にアパートを借りたりとか、はいはいはい、ホテル住まいとかするとすごい出品になるじゃないですか。それを考えたらですね、はい、住宅用火災、はい、あの警報器、はい、ぜひ設置をしていただきたいと、はい、一番は予防です。本当ですね、我々予防家は予防ですから、はいはい、火災予防ですからね、はいはい、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いいたします、はいはいはい、何かわからないこと、またどこに設置したらいいかわからないといったことはですね、はいはい、うるま市消防本部予防課にお問い合わせください。よろしくお願いします、はい、電話番号は、はいはい、098-975-2119、はい、975-2119の方に、はいはいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、またあの年始になりますと消火訓練とかっていうのも始まると思いますけれども、はいはいはい、そういった情報もうるま市役所のホームページから、はい、うるま市消防本部と検索をしていただきますと情報がいろいろと出てまいりますので、はいはい、ぜひ皆さんそちらもですねチェックをしていただきたいと思います。お願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日はうるま市消防本部予防課から金城さん、そして中ほどさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。それでは長い間喋りました、うん、たっぷりとお伝えをいたしました、はいはい、それではここで一曲お届けいたします。クリスマスということでこの曲お届けいたします。ジョン・レノン&ヨーコ・オノでハッピークリスマス。